夏バテの主な対策、原因からまずは見ていきましょう。そうですね、はい、まあ、大きく3つなんですけども、1つはまあ水分ミネラル不足で自律神経の乱れ栄養不足ですね。はい、まあね、水分ね、体内の汗かくから水分が失われていくっていうことと、はい、でね、あとクーラーと、まあ、外も暑いからね、温度差で自律神経も乱れやすいっていうことと、でやっぱり暑いとね、食欲が落ちちゃうん で、 そうですね、で栄養不足になりがちなんですよね。じゃあこれを踏まえてですね、どういった対策を取ればいいのでしょうか。はい、はい、じゃあね、1つ目、こまめな水分補給、はい、まあ、大体ね、1日に 1.2 リットルぐらいは水分を取らないといけないので、ね、まあ、井川さん持ってらっしゃるように、まあ、ペットボトルこれ500ですけども、半日で500、1本で午後からも1本とか、それぐらいは最低必要かなっていうふうに思いますね。積極的なお水の補給、はい、まめにね、はい、うん、水の温度というのも重要ですかね。はい、そうですね、はい、ついね、冷たいものを飲みたくなるんですけども、はい、あんまり冷たいとね、消化器を冷やしてしまうと、うん、機能が落ちちゃってね、また栄養失調になってしまいやすいので、はい、まあ、常温をしっかりね、まめに飲んでいくっていうことと、うん、はい、あとスポーツドリンクもよく飲むじゃないですか、汗かくんでね、あれもね、いいんですけど、糖分が結構多いので、でその糖分を、ね、分解するのに、はい、疲労回復に使うビタミン B1 を、ね、結構使っちゃうんで、逆に疲れちゃったり、ね、する原因にもなるんで、まあ、飲み過ぎには気をつけた方がいいですよね。井川さんは心がけはどうでした、はい、今まで水分補給の、うん、そうですね、まあ、野球やってる時はね、やっぱりこまめに取らないと、はい、まあね、体力がなくなってしまうんで、うん、まあ、意識してましたね。最近はちょっとなかなかできてないですけどね、はい、意識しないとというところですよね。はい、そうですね、はい、それから2つ目のポイントも見てまいりましょう。うん、対策その2、はい、じゃあ無理やりビューティースティックでね、はい、体を冷やしすぎないということで、まあ、クーラーね、絶対いるんですけどもね、はい、まあ、あんまり直接こう冷えすぎたりとかね、しちゃうと、まあ、要は体温調節をしている自律神経がね、乱れやすくなっちゃって、はい、でまた夏バテの原因になってしまうんで、はい、まあ、ちょっとね、冷えすぎない温度設定とか、ね、女性の方はまあ膝掛けとか上着1枚とかね、はい、持ち歩いてもいいと思うし、であとはね、まあ、適度にやっぱりね、運動して、あるいはあったかいお風呂にも入って汗もかいて、で自律神経をまあ鍛えるじゃないけどね、そういうこともした方がいいですし、やっぱ睡眠が一番大事ですよね、疲労回復にはね。そうですね、はい、井川さんはこの冷えの対策となるとどうでした？そうですね、エアコンの調整は、まあ、自分はやってないですけど、まあ、妻がね、やっぱ子供がいるんで、しっかりとそこはやってもらってますね。うん、そのあたりね、冷えすぎないようにというところもね、はい、エアコンの温度調整ポイントだということです。はい、では3つ目のポイントお願いします。はい、3つ目、バランスのいい栄養補給ということで、まあ、食事がね、基本ですけども、まあ、夏バテ対策ではもうよりね、バランスのいい食事っていうのが必要になってくるんですね。そうですよね、はい、ということで仁先生にバランスよく栄養が取れるレシピを教えてもらいましたので、こちらをご覧ください。では早速オリーブオイルのパプリカのマリネを作っていきたいと思います。はい、パプリカのマリネの材料がこちら、パプリカとブロッコリー、そしてお酢、砂糖、オリーブオイル、それからレモンですね。まずパプリカ切っていきます ね、はい、くし切りに、ね、していきます。うん、彩りも華やかですけれども、うん、こちら仁先生が普段から食べてらっしゃるレシピなんですか？そうなんです、僕の、ね、家ではもう必ずパプリカのマリネが冷蔵庫に入ってるんでね。素敵。なので仁先生家のレシピという、はい、そしてブロッコリーもこのように切っていきます。うん、そうですね、ブロッコリーもね、ビタミン C がたっぷりなんでね、はい、僕はいつも入れてますよね。栄養分豊富なブロッコリー、うん、それからレモンは薄くスライスですね。うん、そうですね、レモンなかったらレモン汁でもいいので、はい、次にマリネ液を作りたいと思います。ね、マリネ液はお砂糖、酢、オリーブオイルをね、1対1対1でいいと思います。この液をよく混ぜて、そこに野菜を入れて漬けるだけなんですね。井川さんどうですか、めちゃくちゃ簡単そうでしょ？そうですね、自分でもできそうな感じですよね。来ました来ました、はい、まあ
実際はね一晩冷蔵庫にね入れとったら美味しく出来上がります、うん、味も染み込むということなんですね、はい、そしてこちらが完成です。本当に美味しそうですね。うん、みずみずしくて甘い、これはデリシャスビューティーデリシャスビューティー頂戴しました、はい、いやー仁先生、このパプリカってねやっぱり栄養があるんですね、うん、いやそうなんですよ、うん、抗酸化成分のビタミン A、C、E とかカロテノイドをね豊富に含んでいるんで、はい、文献によってはですね野菜の中でこの抗酸化力がナンバーワンというふうに言われてて、でまたねこれ色とりどりだけじゃなくてね、はい、色によって、うん、栄養素がまた違うんですよね、パプリカも。あ、そうなんですね、はい、でもその中でもね絶対入れてほしいのは赤色が最強なんでね、はい、必ず赤は食べてほしいなと思いますね。もうどの色でもね同じだと思ってましたが確かに味わいも違いますもんね、はい、それからパプリカ以外にもいろんな栄養高そうな材料も入ってますよね、うん、そうです、まあ、ビタミン C、ね、たっぷりの、レモンですけども、クエン酸っていうのは酸っぱいのがね食欲を出すので、まあ、夏バテにはね、はい、すごくいいと思うし、まあ、パプリカ生で食べても美味しいんですけども、はい、まあ、油で調理することで栄養価の、ね、カロテノイドの吸収がグンと跳ね上がるんで、はい、まあ、特におすすめの、ね、はい、ビューティーなオイルはオリーブオイルなんですけども、はい、オリーブオイルにもそんな素晴らしい効果。そうで、オリーブオイルは、ね、血液をサラサラにするので、はい、まあ、あと、ね、ポリフェノールとか、そういうのもたっぷり抗酸化成分も入ってるんで、はい、めちゃくちゃビューティーなオイルなんですよね。はい、これまた井川さんも彩り見て本当綺麗っておっしゃってたので、そうです、綺麗ですし、なんか食欲がそそりますよね、やっぱ綺麗で、はい、そうなんですよ。で、まあ、この時期ね紫外線をたっぷり浴びてるじゃないですか、ですからこれね美肌とかアンチエイジング効果も期待できるんで、はい、疲労回復だけじゃなくてね、はい、まさに本当にビューティーフードだなというふうに思っています。ビューティーフードでビューティーレシピ、これをまた朝昼晩と3食食べても、まあ、そうですね、3回食べたらちょっと気持ち悪くなるかもしれないけどね、ちょっと過ぎかな、はい、でも、ま、冷蔵庫入れとったら長持ちするん で、うん、そうですね、ちょこちょこ実際食べてます。なんか作り置きもできるというその一晩漬けるなので毎日置いておくことも簡単で、お肉とか野菜、他の野菜とかね、はい、お魚とかも好みによって何でも入れれるんで、アレンジレシピもか、はい、どうですか井川さんも、いやもう作れそうですか。そうですね、自分でも作れそうなんで、ぜひぜひやります、はい、ビューティーしましょう。ビューティーって言うんですね、わかりました、はい、井川さんもね今食材録でいろんな料理されてますから ね、また作られた時はご報告をお待ちしております、はい、ということで今日は夏バテ対策の3つのポイントを教えてもらいました。ここまで仁先生の夏バテ解消アドバイスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。